どうも、バーチャルフォックスの八谷です。本日紹介するワールドはヴァルキリーアリーナ。空を飛び、銃やミサイルを使って空中戦ができる対戦型ゲームワールドです。ワールドに入ると後ろの方にプレイガイドがあります。詳細が書かれているので読んでおきましょう。正面のパネルの左右にあるキューブでエントリーができます。赤と青いずれかに入りましょう。全員のエントリーを確認したら、ソロかチームなどのルールを決めて、スタートボタンを押せば開始できます。ボタンを押せばステージへと転送されます。武器とブースターを持って空を飛び相手と戦いましょう。このワールドはルールにもよりますが、基本的に空中戦となります。ライフルやマシンガンなどの銃が置かれていますので、うまく動きを予測して相手に攻撃を当てましょう。当てるのが難しい場合は相手を追尾するミサイルもあります。種類がいくつかありどれもお手軽に強力です。またブースターを持った方のトリガーを素早く押すことでダッシュができます。回避などに使いましょう。攻撃を受けると上のライトゲージが減り、ゼロになると撃墜となります。ルールにもよりますが基本的に復活可能です。武器を選択して再出撃しましょう。ゲームルールはいくつかある。制限時間内にスコアを多く稼いだり、規定キル数を稼ぐなど、浮島に置かれた旗を奪い合うなどのコンクエストがあります。ブースターの強弱の設定やルールなどで武装の選択肢も変わるので、いろいろと試して勝利を目指しましょう。こんな感じで空中戦を行うことができるワールドとなっております。ブースターを吹かして空を飛び、相手と繰り広げる空中戦はとても爽快です。ミサイルもあるので初心者の方にも優しい仕様となっています。でも VR 用には注意です。そんな感じで空中戦ができるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。